皆さんこんにちは。バンクーバー留学センターです。9月に入り秋の気配が感じられるようになりました。今年はケローナなどで起きた山火事の影響もあり、ダウンタウンの空が煙に覆われる日もありましたが、この日は晴天が広がる一日となりました。バンクーバーでは9月1週目のレイバーデーを境に秋のシーズンが始まると言われています。最近は朝晩と日中の寒暖差が大きい日も増え、少しずつ紅葉している木も見られるようになりました。秋から冬はバンクーバーの雨季となっていますが、今年の9月は晴れの日も多く、秋晴れの日のバンクーバーでは多くの人が外出し秋景色を楽しんでいます。お店に並ぶ洋服も厚手のジャケットやトレーナーなど秋仕様に変わりました。スターバックスなどのカフェでは季節限定のドリンクやフードが発売されています。秋のシーズナルメニューではパンプキンスパイスラテやパンプキンクリームチーズマフィンなどが人気です。9月から10月にかけてダウンタウンにあるバーなどでは日本でも人気のビールの祭典オクトーバーフェストが開催されます。9月29日、30日には PNE でも開催され、ヨーロッパの料理やビール、エンターテインメントを堪能することができます。興味がある方は、ぜひ訪れてみてください。また、10月9日のサンクスギビングデーに向けて、様々なインテリアや飾りが販売されています。サンクスギビングデーは収穫をお祝いする日で、アメリカでは11月下旬に行われますが、カナダでは10月上旬にお祝いします。サンクスギビングデーの週末は家族や友人と集まり、ターキーなどのご馳走をいただきながらお祝いすることが風習となっています。2023年度のカナダのワーキングホリデービザはすでに募集人数の6500人を上回る8000人以上に招待状が発行されています。招待状が届く可能性もローとなり、抽選締め切りが近づいています。弊社では皆様に安心して渡航いただけるよう、現地の最新情報を交えながら手数料無料でご留学のサポートをさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。